紅白歌手夏川はこの昭和の名曲を歌い切れたのか。上野初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で海鳴りだけを聞いている。できた、できた。聞いてしまうよね。なんでお二人は回してくれなかったんですか。そうですよ夏川さんまで空気を読め